今回は不動産の有効活用の論点について学習していきたいと思います。この論点では、地主が土地を有効活用するためにどのような手段があるかということをいろいろと紹介していきます。で、最終的にはそれぞれの手段で土地を有効活用した際に誰がお金を負担するかですとか、土地や建物の名義は誰になるかということを覚えていただきたいのですが、丸暗記するのではなくて有効活用の仕組みをきちんと理解していただきたいと思います。それではまずは事業受託方式という手段についてお話ししていきます。この方式は地主がデベロッパーをパートナーにして土地の有効活用を行うものです。デベロッパーというのは不動産の開発業者のことで、有効活用の論点では建物を建てる会社だと思ってください。で、地主はまずデベロッパーと建築請負契約を結びます。要は建物の建設の依頼です。で、この時地主は必要があれば銀行からお金を借り入れます。つまりこの方式では建物の建築資金は地主が負担します。そしてデベロッパーから建物の引き渡しを受けた後、その建物をデベロッパーに貸し出すというのがこの方式の特徴です。つまり地主としては賃貸アパートを建てようとした際にあらかじめ借り手が存在するということになりますので、空室リスクが小さくなるメリットがあります。ただデベロッパーは地主から借り上げた建物をエンドユーザーにまた貸しして、エンドユーザーから支払われた家賃から諸経費を引いたものを地主に支払いますので、地主は単独で賃貸事業を行うよりも収入が少なくなります。このような仕組みになっていますから、建物の建築資金は地主が負担して、有効活用を行った際の土地と建物の名義はどちらも地主になります。次は土地信託方式についてです。この方式は地主が信託銀行をパートナーにして信託という仕組みで土地の活用を行うものです。信託というのは信じて託すという意味で投資信託に似ています。投資信託では投資家がお金を運用のプロに託して、運用のプロが投資家に代わって資産を運用して、そこから得られる利益が分配金として投資家に還元されるという仕組みでした。土地信託方式では、地主はまず信託銀行と信託契約を結んで、一旦土地を信託銀行の名義とする代わりに受益権を得ます。そして信託銀行は地主から預かった土地を有効活用して、そこから得られた利益から信託銀行の報酬を差し引いたものを信託配当として受益権を持っている地主に支払います。その後、信託期間が終了した際に建物があれば、そのまま土地と一緒に地主に返還されます。したがって、この方式では建物の建築資金は信託銀行が負担して、信託契約が終了した際の土地と建物の名義人は受益権を持っている人になります。ちなみに地主は受益権を誰かに売却して現金化することができます。次は等価交換方式についてです。この方式は事業受託方式と同じく、地主がデベロッパーをパートナーにして土地の有効活用を行うもので、地主とデベロッパーが共同事業を行うイメージです。地主が土地を提供して、
建物の建築資金はデベロッパーが負担して、建物が完成した後、土地と建物の名義はそれぞれ地主とデベロッパーの共有名義となります。例えば、地主が2億円の土地を提供して、その土地の上にデベロッパーが4億円の建物を建てた場合、建物の完成後は、地主とデベロッパーの出資比率が1対2ですので、土地と建物はそれぞれ地主とデベロッパーの共有名義となって、地主の持ち分が3分の1、デベロッパーの持ち分が3分の2になります。で、このような仕組みになっていますから、建物の建築資金はデベロッパーが負担して、有効活用を行った際の土地と建物の名義は、どちらも地主とデベロッパーの共有になります。で、なお、この方式は地主が土地を売却して、新しく土地と建物を取得していると考えることができますので、買い替え特例を利用することができます。ただし、買い替え特例は譲渡益を非課税とするのではなくて、課税を繰り延べる効果しかありませんので気をつけてください。ちなみに、この方式は借地権でも交換の対象とすることができます。次は建設協力金方式についてです。この方式は、地主がテナントをパートナーにして土地の有効活用を行うものです。ざっくりと説明しますと、地主が賃貸用の建物を建てようとする際に、建物が完成した時に入居するテナントをあらかじめ見つけて、建物をテナントが思う通りの設計にする代わりに、建築資金の一部または全部を拠出してもらうというものです。実際は地主が自力でテナントを見つけるのではなくて、デベロッパーから斡旋を受けるケースが多いと思います。で、仕組みを説明しますと、まずパートナーとなるテナントを見つけた地主は、デベロッパーと建築請負契約を結びます。そしてテナントから建設協力金として建築代金の一部または全部を受け取ってデベロッパーに支払います。で、その後建物が完成して引き渡しを受けると、地主はテナントと賃貸借契約を結んで建物を貸し出します。で、そしてテナントは地主に賃料を支払うことになりますが、地主に差し入れた建設協力金が保証金となったり、賃料に充当されたりします。で、このような仕組みになっていますから、建物の建築資金はテナントだけが負担するケースと、地主とテナントが両方負担するケースがあって、有効活用を行った際の土地と建物の名義は、どちらも地主になります。最後は定期借地権方式についてです。で、この方式は地主が借地人と定期借地契約を結んで単に土地を貸すという仕組みです。で、借地人は借りた土地に自分で建物を建てて契約期間が満了すると基本的に更地にして地主に返還しますので定期借地権方式では建物の建築資金は借地人が負担して、土地の名義人は地主で、建物の名義人は借地人になります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。